質問来た。スタンドから自身のボードを掲げているファンは意識しますか？現在日本のプロ野球チームは12球団存在し、ファンの人口は2099万人にも上る。そして球場には毎日3万人を超えるファンの皆様が駆けつけてくれて、スタンドから声援を送ってくれるんやけど、その時に応援グッズやタオルなどを掲げてくれたりする。それである日、ある選手とスタンドが解放されての10分間、どちらのタオルが多く掲げられてるか勝負したことがあって、開始8分の時点で高野は6枚、ある選手は7枚といい感じに拮抗して楽しんでると、その横で糸原選手のファンが1人でタオルを横断幕のように30枚以上掲げ出した時は、2人は顔を見合わせて勝負をするのをやめた。他にも質問あったらチャンネル登録してコメントしてね。高野圭介。